アンデヒテは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンソベルク行政管区のゾースト軍に属す、町村である。アンデヒテは、ハールシュトラングの北縁、ゾースト軍の南東部に位置する。ディップシュタットはこの町の北約 15km に位置する。最高地点は、エフェルン地区の南の海抜 351.4m、最低地点は、 アルテンゲーセケ地区の北の海抜118メートルの地点である。アンレヒテは、経済的に重要なグリュンザントシュタインの鉱脈上に位置している。アンレヒテは、西は、バートザッセンドルフ、北は、エルビッテ、東は、リューテン、南は、バールシュタインと境を接している。自治体としてのアンレヒテ町は、以下の10地区に分けられる。 人口は2015年12月31日、現在の数値である。1630年頃の魔女狩りの時代、ハインリッシュルトハイスがアンレヒテにおける魔女狩りを指揮した。2015年12月31日現在のアンレヒテの宗教分布は以下の通りである。アンベルの航空写真1975年1月1日に、 それまで独立した町村であったアルテンゲーセケ、アルテンメルリヒ、ベルゲ、エフェルーン、クリーフェ、メルリヒ、ロプリングハウゼン、エルデ、バルトリングハウゼンが廃止され、アンレヒテに合併した。アンレヒテの町議会は26議席からなる。2015年10月21日から無所属のアルフレート・ヨアヒム・シュミットがアンレヒテの町長を務めている。 彼は73.0%の票を獲得して、町長に選出された。アルン・ソベルク行政官区長官は、1976年3月15日付の文書で、文章、印章、のぼりを使用する許可を与えた。ズンガラ、金字で、緑銀で、格子状に再色されたピラミッド型の壁の上に、羽を広げて、飛び立とうとする黒い和紙。解説。 緑銀のピラミッド型の壁はアンレヒテ周辺で算出する緑色のドロマイトを表している。和紙はアルンスベルク博火防流のアンレヒテ系を表している。印象、印象は街の紋章の図柄で印象の円に沿って上部にゲメ円で下部にアンドウチットと大文字で書かれている。上り、長辺に沿って一一の幅で緑地と黄色地に分割。 中央やや上部に町の紋章が描かれている。1952年12月12日にアンレヒテ町議会でラトクフに対する支援、協力関係が可決され、1954年6月6日に公式に締結された。同時にアンレヒテ町内の通りがこれにちなんで命名された。終戦時に約40人のビューンシェルブルク住民がアンレヒテを新たな故郷とし、 定期的に、郷土交流や、郷土祭を行っていたことが、この支援、協力関係の基盤となった。この支援、協力関係は、やがて都市と共に、両自治体間の姉妹自治体関係に発展していった。アンデヒテ町議会は1991年11月5日に、全会一致で、ラトクフ、ヴィンシェルブルクとの姉妹都市協定締結を受け継ぎした。 姉妹都市協定文書への署名は1991年11月29日になされた。この協定の内容は文化、芸術、教育、学問、健康、技術、スポーツ分野での相互の友好関係の確立と発展である。両自治体の共同活動は国際協調のためであり、友好自治体相互の蒸気分野の進展や経済発展に資するはずである。 クラブやサークルが参加する相互訪問が定期的に行われている。特に力を入れているのが学校間の交流でほぼ毎年交換学生が行われている。多くの個人的なコンタクトによってアンデヒテラ特府友好関係奨励サークルが1994年に設立された。このサークルは両自治体間相互の友好管制の確立と拡大を奨励した。 このサークルは2015年に解散した。アンデヒテの司祭館アンデヒテのユダヤ人墓地、ポールガルテン通りのユダヤ人墓地は、1800年以前は、集落の外であった。この墓地は、石壁で囲まれており、約80基のユダヤ教信者の墓が建っている。最初の埋葬は1667年頃に行われた。アンデヒテには、多くのスポーツ施設があり、 地元のクラブが利用している。町の中心部、公民館の南にサッカー場があり、地元サッカークラブのホームゲームが行われている。公民館の北には体育館があり、クラブスポーツや学校スポーツに利用されている。町の南にアンレヒテのスポーツセンターがある。ここには、サッカー場、テニスコート、乗馬場、サイクリングパーク、5月から9月まで、 遊泳可能な温水プール、バルトフライバートがある。卓球クラブ TTK アンレヒテの第一女子チームは2003年にブンデスリーが2部で優勝し、ブンデスリーが1部に昇格した。その後は1部と2部を行き来しており、2017、18年シーズンは1部リーグに所属している。アンレヒテ町内には多くの音楽隊、一つの音楽クラブ、様々な合唱団がある。 2年ごとにアンレヒテではビッグデイアウトが開催される。このイベントには国内外の有名バンドが出演する。アンレヒテ産業地域この町は連邦道 B55 号線と連邦アウトバーン A44 号線へのアクセスが便利で交通の便が良い。さらにアンレヒテはワルセンバールシュタイン、リップシュタットによってドイツ鉄道 AG の鉄道網に接続している。 また、25km 離れた地方空港のパーダーボルン、リップシュタット空港経由で全国的な航空網に接続している。アンレヒテには基礎家庭学校が2校ある。中核地区のパンクラティウス基礎家庭学校とメルリヒ、地区のアレクサンダーシューレである。ゼクンダーシュトゥフェアイの生徒は、アンレヒテ、エルビテゼクンダーシューレで学ぶことができる。 アンレヒテ本家庭学校とアンレヒテ実家学校は2017年7月31日までの年次で閉鎖された。アンレヒテではリップシュタット市民大学の様々なコースが開講されている。アンレヒテは図書館を有しており、さらにゾースト郡の移動図書館が定期的に巡回している。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。